南から見た中の瀬橋。中の瀬橋は、宮城県仙台市青葉区にあり、名取川水系の広瀬川に架かる橋である。この場所には、江戸時代から橋が架けられていて、中の瀬橋の名称も当時から続くものである。広瀬川の中洲である、中の瀬を経由して、橋が架けられていたことから、中の瀬橋と呼ばれた。現在の中の瀬橋は二層構造の橋梁で、 橋の東側は西公園である。西側については、上層の道路は川内地区へ、下層の道路はトンネルを経て愛子盆地へ続く。上層と下層の道路の分岐、合流。中の瀬橋のかかる場所は広瀬川の河岸段丘である。橋の上下2層のうち、上層部の高さは仙台中町段丘に、下層部の高さは仙台下町段丘にあたる。 橋の東側において、下層の内側4車線と上層の4車線は合流し、西公園通りと交わる縦町交差点に至る。下層の外側2車線はトンネルで縦町交差点をくぐり、北材木町通りとの十字路で広瀬通りと接続する。橋の西側の段丘には住民が住んでいるため、橋の西側半分には上下層とも車音兵器が設置されている。 また、橋の途中には、地上と橋の上層をつなぐ階段が設置されている。この階段がある上層部には、バス停留所が設置されている。上層の道路は、地上の道路と、つながり、下層の道路は、仙台西道路として、川内トンネルとつながる。現在の橋ができる前は、下町団急同士を結ぶ橋があった。 橋の東詰めの下町団急から中町団急まで縦町新邸と呼ばれる道が団急崖を登っていた。また、橋の西詰めの下町団急から中町団急の宮城県仙台第二高等学校正門前に登る道があった。中の瀬橋の歴史は江戸時代まで遡る。昭法年間の絵図に城下町から川内中の坂に至る道が見られ、 また遠方年間の絵図では、大工橋が見られる。この大工橋が、中の瀬橋である。大工橋は、川内大工町に通じる橋であり、仙台藩の資料、伊達治虫や記録によれば1694年に、大工橋から中瀬橋に、名前が改められたという。資料、残月台本荒萩には、この当時の中の瀬橋は、 広瀬川の中洲を挟んだ東の橋と西の橋だったと記される。東の橋は長さ35軒の橋で橋全体の内半分が板橋で半分が土橋だったという。また西の橋は長さ15軒の土橋だったという。明治時代になると土橋の部分は改修されて全体が木造橋となった。昭和の初めの時点で中の瀬橋は施設の鎮取橋だった。 1928年に行われた東北産業、博覧会では、中の瀬橋の西側の仙台第二中学校と、東側の桜が、丘公園が会場となった。観覧車の往来に老朽化した橋は、危ないということで、博覧会前年の1927年に、中の瀬橋は、宮城県の費用で掛け替えられた。この時に動員されたのが、第二師団の公平。 第二大隊で20日間の特管工事で作られた橋は公平橋とも言われたという。この橋の構造は木造ポニートラス6連で長さが170.67メートル、有効幅が5メートルだった。その後、中の瀬橋はコンクリート橋脚に架かる木造桁橋となった。戦後に川内へ、 新中軍が駐留すると、重量のある軍用車が中の瀬橋を行き来するようになり、橋の老朽化が進んだ。中の瀬橋は都市計画事業の一環として掛け替えられることになり、1956年に長さ163.3メートル、幅9メートルのゲルバー型後半桁橋に変わった。公費は6146万7000円だった。 二層構造の現在橋は1980年に完成した。ありがとうございます。